君、中島君だよね。もしかして今からここんちの子を誘って二人で野球しに行くのかな。そっか、実はさ、僕たちも今向こうの空き地で野球やっててね、一人足らないんだよ。それでもしよかったらでいいんだけど、今日は君一人で僕たちと一緒に野球してくれないかな。いい、ありがとう。そして行こう。あ、荷物は僕が持つよ。へえ、いいバット使ってんじゃん。さてと、磯野カツオを野球に誘いますか。これが地獄の始まりでした。おい磯野、野球行こうぜ。ブシュブシュ、中島、あれほど言ったのに、まだカツオを野球に誘う。来週もまた見てくださいね。